おお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 っと何やってんの君これ見ると私の手で左手のあれこれなんだこれ蚊に刺されたかなここ左手のこれと同じですよね。こっちからこう頭出てる左なので左巻き前巻きって言います。左手を握った時の巻きと同じで左巻き前巻きっていう種類です。ということは右巻き前巻きもいる。普通は右巻き、他のミスジ前巻きっていうのがもっといっぱいいるんですけれども、うん、それが、右巻きです。あの貝殻は何なんですか。自分の体なんですか。体の一部ですね。最初はあのナメクジみたいにこう生身なんですかね。いや最初から殻があるんですか。 ちっちゃいのが。ああそれが成長するにつれて硬くなる。もう大きくなっていく。ナメクジはねナメクジなんでね、最初からないですからね。あそっかそっかそっか。いや今までヤドカリみたいにこう、はい、なんかの中に入ってるのかなと思ってました。ああナメクジが。じゃあ最初ナメクジでだんだん殻ができてと思ってます。だんだん殻ができてとか、はい、なんかその口から何かこう物質出して、はい、それで殻を作るのかなとか思ってました。ああ生まれた時からあの殻があるんですね。そうなんですよ。まあぜひあのナメクジちゃんも可愛がってあげてくださいね。おそらく相当嫌われてますもんね、はい、種類が違うんですか。見た目は殻があるかないかだけですけど種類が全然違いますよ。あ違うんですか。別なんですか、はい、あれ。はい。まあ同じ軟体系なんですけれども、種類はそこそこ離れてますよ。でこれも左巻きかな。この子はまだちっちゃいですね。すごい貝から出てますね。はい。あちなみにこれ貝っていうんですかね、その部分は。貝でいいと思います。巻き貝、巻き貝。これあの右手の巻きと同じ。ミスジマイマイです。そうなんですね、はい、これは大きさ大きいのと小さいのいるんですけど、はい、1年間であんなにさっきのやつみたいに大きくなるんですか。どのぐらいかかるのかな。おそらく少し時間かけて大きくなっだんだん大きくなってくるんですね、うん、でもあれはちょっとすごいでかいですよね。大きかったですよね。あれはなかなかあのサイズはないかもしれないですね。確かにこれ虫さんの仕業です。やっぱりそうなんですね、はい、虫こぶって言います、こういうの。うん、あの葉っぱの中に種を、はい、種じゃない、卵を産みつけて。ここに赤ちゃんいますよ、カタツムリの。こうただちょっとこれもしかしたらあれだな、日本前前かなんかのちょっと珍しい種類のカタツムリかもしれないですね。日本前前あのアポロチョコレートみたいにちょっとツンと立ってますよね。これもしかしたらあれですか、珍しいっていうのはそのレッドデータに乗るとかそういう種かもしれないですよ。ちょっとちっちゃすぎて判別つかないかもしれないんですけど、種類が赤ちゃんすぎて。カタツムリも実はいっぱい種類があるんですよ。だって先生あの左足の足元にその1箇所に3匹いますもん、はい、おー危ない、踏んづけちゃうところだった今でこれとこれが同じ種類です。でこれが違う種類ですね。ミスジマイ、あこの2つがミスジマイマイ、こっちが左巻きマイマイです。これやっぱりあの雨が好きなんですか、カタツムリって。やっぱり雨だからすごい出てきますよね。その雨だと出てくるっていうのは乾燥してると光るって。あーそういうこと、はい。あ、それ銀座じゃないですか。え、あ、銀座ですね。銀座見ました。はい、早く出ましょう、雑貨も。あんな撮影しやすい位置に泊まってくれたのに。すごい映えますね。映えますよね、銀ツバメ。うん、それはあの由来はやっぱり銀のツバメみたいだからってことですか。あの真ん中のあの模様、真ん中に白いのがあって、そのツバメの羽みたいに見えるから。白っぽい。模様がすごい綺麗ですよ。すごいディスタンス取ってますよ。いやこれいいですね、あの先生がそうやってやっていただけると、はい、自然とディスタンスが取れます、ね。